Hi guys, where are you? I'm done with the Indian restaurant. Guys, ang food natin. Dito tayo sa Delhi, napakalaki. Yeah, tingnan mo naman, good luck na sa akin. Curry. Let's eat. Sakae ga mazu ta o nakomase.
次に選手に話させる。怪我に苦しみながら這い上がろうと思う選手。ね、大学3年生に初めて世界選手権に出て、その時肩が怪我してて、Napakalaki.
これは去年の11月に出会って、はい。坂井さんが案内してくれた選手たちの料理。18年前、坂井さんが4000万円の借金をして家を買い、全寮制が始まった。私学館レスリング教、精神科。私は心が支える館っていう意味で精神科にしたんですけど、坂井も言うんですけど。どうもかつて坂井さんも選手と暮らし、食事の献立から生活指導まで全てを担った、うん、すごい、すごい、形式で今は寮母さんに話し、味はどうですか、栄養のバランスが取れた30歳からそのです、うん、大丈夫ですね、そんなからかないの、すごい食事は必ず練習を30分以内に飛ばせる、そうだよ、効果的に筋肉を変えるためだ、お待ち帰り、これ美味しい、選手ありますので、どの日も合うように、なるほど、なるほど、すごいな、どうですか、食事が美味しいですか、美味しいね、ね、I believe this is menu を試してみますか、スピナッチ、スピナッチ、カリー、この選手は疲労回復を促す、うん、野菜の特に多くの量を心がけていた、結構前は体重少なくて、体重減ったでしょ、うん、あ、体重減ったでしょ、体重減ったでしょ、体重減ったでしょ、そこを我慢して野菜中心に、ここから食べるね、自分で作ってくれてたら来てたら、リンが自分がカレー作ってなくれたり、聞いちゃいましょうか、ね、2020年キーちゃんいらっしゃいます、これは貴重な映像ですよ、本当に本当に見に行きますから、ね、いい子にしてよ、そして坂井さんは檻を見て部屋の向き打ちチェックをする、 I love this、私生活をきちんとすることがレスリングが強くなることにつながるという、うん、これまたいいか、ちょっと小さくどうぞどうぞどうぞ、いや布団、あ、布団、布団の方がいいか、そうするといいです、もう必ず起きたら布団をするか、しっかりと食べると、そう、食べないで自分でこのベッドを置いて練習に行くような子は身だしなみとか整理整頓とかきちっとできない子が技なんか覚えられないんだから、うん、はい、どうぞ、失礼します、あれ、見なせる、これか、めっちゃ営業してんの、営業してるわ、これこれも綺麗だね、ね、こうやってね、営業がそれ何それ、むくみが取れるの、逆に言えば締め付けで動きなくない、もう食べよう、疲れちゃうと思うよ、食べよう、いいじゃないですか、リラックスしてるのもいいじゃないですか、食べないで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 、ご紹介するからですね、これを止めてね、ごめんね、本当にもう言われないの、待って、本当に神経質でいろんなこと考えて悩んで、そう食べにっていうことですごい悩んで夜も眠れなかったとかっていうのを言ってるので、そこは本当に、うん、精神上家族が一番悩んで考えて
ダメパレンツもらうし、ご家族の元で、良かったなって思う。ラッサーエビ。6月、栄さんがふるさと、奄美に帰っていた。おそうだね、家の近くになるから時々帰ってくるんですよ、必ず訪れるところがある。はい、誰か分かるかな、誰か分かるかな、カジヒト、カジヒトよ。どんな時も優しく見守ってくれた母、ペルコさん。8年前、難病に倒れ、入院生活を続けている。光を見る。少しも。笑ったら、太陽とか光を見る。俺だけしてるんですよ。もう、本当にこうやって、あえてするようになったもん。わかるんだよ。そして父も今認知症を患っている。坂井良三、私のお父さんです。全然胸がつむつんだよ。ほら、やめてもらってるよ。父ちゃん、父ちゃん今フィリピンって1月はあったかい。この島から始まった栄さんの人生、一体どんなものだったのだろう。なんで もし行くなら僕は乗り物乗ってくる。1960年、栄さんは5人兄弟の成功として生まれた。1月も、これうちの親父、親父が若いです。島相撲で負け知らずだった父、徹底的に相撲を仕込まれた。剣道で先輩にやられて、来日すると来日はサラ、サラかね。それそれで来日すると剣道しようって。気づけば島で第一の島を回し、坂井さん高校でスカウトされ、レスリングを始めた。わかりますか。バーイ、ありがとうございます。バーイ、 See you again。